ブルーブルーの吉澤です。今回はですね、ミシン賞ではこのスネコンというですね、4月発売予定のシンキングペンシル、 S 字形のシンキングペンシルを今公開しています。スネコンの特徴はこう単一ボディなの ですごい飛距離がしっかり 5、60メートル飛ばせて、でなおかつこうジョイントミノーのようにこう S の泳ぎをしてくるというモデルです。まあ、ショーではこういう動画を流したりもしているんですけども、泳ぎとしてはこう S を泳ぎながらこうダッチロールするような頭から入りながらこういう S を泳ぎます。で今までまあジョイントミノーで美味しい思いしている方もいらっしゃると思うんですけども、その中でもこの飛距離、やっぱりソルトは飛距離が出せないとやっぱ勝負にならないことがあるんで、しっかり飛距離を出せて S の軌道を描いて泳いでくるというペンシルですので、まあ、ぜひ4月に発売するので使っていただければと思います。あとはですね、展示品としては今年の2月発売のコニファーというモデルです。今年はこれの130から370g まで、作っていきたいと思うんですけども、特徴は潮が速いとか、まあ、2枚以上でも軽い力でしゃくれて、まあ、疲れずに、でなおかつすぐ横向いてからこうイライライラーって水平ホールするんですね。ブラックバス のストレートワームはこうイライラーって落ちるような、そういうホールが出るんで、結構根魚とかのバイトもいいし、速いしゃくりでも疲れず使えるというモデルです。あとは、ドテラの青物釣りですごい使いやすいように作ったシーライドロングと、シーライドのロングバージョンが出ますので、これも青物よく釣れるんで、今年の春には発売になるんで、使ってみてください。今年もブルーブルーよろしくお願いします。